翔郎君は私なんてどうでもいいんだ。違う、どうでもよくなんてない。翔郎君、もちろん仲直りしようと思ってましたとも。ほら、一番大切な真打ちって最後にするものじゃ。本当？おこーす。嘘だ、私の知ってる翔郎君なら桜たんと仲直りしに来たんだ。ずーっとおいしって言ってくれるもん。どこのジョーロだよそいつ。やっぱり怒ってる。私なんてどうでもいいんだ。桜たんと仲直りしに来たんだ。ずーっとおいしい。私の知ってるジョーロ君だ。じゃあ次は壁ドンをして髪をかき上げて瞳をじっと見つめて。え、これ続くの？